皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。今回は、ジェイレの強い点、そして気づいた弱い点。どんな人におすすめしやすいか、ジェイレに絞った動画にしちゃう予定です。で、ちゃんとジェイレは引いたのか？え、いや。いくら CBT を経験してるからといって、ちゃんと引かないとな。仕方ないな、ちゃんと引くことにするよ。その前にジェイレって誰？って人向けに。ジェイレは最初の世界、ヤリーロ6で登場する仮想部の犯行組織チェーンの中堅のポジション。ストーリーでは主人公たち一行がいろいろあってヤリーロ6の仮想部へ。その後、とある人物が地下に来て騒ぎが起こる。その仲裁に入ったのがジェイレで、ここで初めて主人公たちと出会うことに。ヤリーロ6のストーリーは、ジェイレの所属する組織チェーンを中心に進んでいくことに。それなりにネタバレを意識した結果、だいぶあやふやになったな。とある人物とは誰なのか、そしてその出会いが大きくジェイレたちの運命を変えることに。ちなみに、自分は普通に見た目がかっこよくて好きです。安直でしたな。ガチャタイム。ということでね、とりあえずジェイレを引いていくよ。どれくらいかかったか予想してみてね。まあ、10連くらいじゃ出ないわな。天井には行きたくない。来てくれ来てくれお？確定演出だ？確定演出なんてあったのか。あとはすり抜けないだけ、でもすり抜けて玉露が出てもいいんだぞ。無事にジェイレを引けたな、おめでとう。じゃあ、このままモチーフへも行っちゃうよ。余裕で、引くんで、飯うま注意ですよ。まあ、10連じゃ出ないでしょ、余裕余裕。3カードじゃん。うぐ。天井に来てしまった。おう。もしや、今のが確定演出。原神からやってて、初めてキャラのモチーフを引いた感動。ちなみに、確定演出は切符に虹色の残像というか、赤青メガネつけると立体になりそうな表現になってるよ多分。ミホヨゲ初めてのモチーフゲットはジェイレだったな。せっかく引いたんでね、装備させておきましょう。なんか、キャラが完成した感あってすごいいいですね。ほならね、ジェイレの魅力を伝えていこうって話なんですよ。まず、このステルス機能探索で実際すごい便利です。ステルス中は敵の感知から外れます。一応、この状態で攻撃してスタートすればジェイレが増幅された状態で戦闘を開始できます。増幅はこの後説明するとして、これめっちゃ便利です。ギミックとか、装置調べるときとか結構戦闘を避けられない場面が多い。ただ、これをすると強制的に索敵解除なので、主人公の回復はともかく。CBT で貴重な探索スキルじゃん、って感動していました。続いて、ジェイレはこれなしには語れないでしょう。はい、再現です。ジェイレは必殺技か通常攻撃やスキルで敵を倒したとき、増幅状態に入り、追加で1ターン獲得できます。こんな感じで、うまく敵を裁けば1ラウンドで4ターンとかも動けますね。一応、増幅状態、ダメージアップ状態は、ジェイレの左下のアイコンが、くるくる回っている時ですね。
とりあえず、ゼーレの追加ターン獲得、1ラウンド2回行動はこのような仕組みです。ゼーレで敵を倒せば発動できて、その効果は重複しない。さらに、追加ターン獲得中は必殺技が打てない、という感じですね。続いて、意外と気にしていない方多いかもしれませんが、ゼーレの2回行動中は、ターンを消費しません。まあ、この文面だけだとそりゃそうじゃって感じですが、バフ効果もターンを消費しません。例えば、今7日でゼーレにバリアを張ったんだけど、7日のバリアは継続3ターン。今、ゼーレのバリアは残り3ターンだよな。必殺技はもともとバフの消費をしないのでスルーしてほしいぜ。ここで、追加ターンを得たことが大事。はい、バリアは残り3ターンだよね。通常ならここで動いた後、バフの残りターンが消費されます。ですが、どうでしょうか。はい、バリアは残り3ターンのままで。追加行動ではバフの残りターン数を消費しておりません。これ、普通に見えて、実はすごいんです。この仕様がなかったら、常時バフに枯渇するキャラになっていそうだったな。今ちょうど1回動いたから、バリアの残りターンが消費されて残り2ターンになったね。言われてみれば、すごいってやつだね。伝わってなかったらすごい申し訳ないのですが、文字で表すとこんな感じ。ついついターン制 RPG の常識を忘れてしまう鮮やかな仕様だぜ。ある意味バフ効果時間が2倍になってるという解釈もできるよな。防御系のバフはターン数が減らなくて嬉しいって感じですが、ダメージアップ系のバフは、ゼーレにかけると恩恵が大きいこともわかりますね。続いて、強い点4個目。こちらも再現に関わる内容です。ゼーレは行動数が多い、つまり、なるほど、行動すればするほど必殺技も貯めやすいのか。そうだね、ゼーレの必殺技はそもそも増幅状態に入って発生するという仕様なので、ダメージバフをモリモリで大ダメージを与えてるイメージ。ゼーレの再現は強力なゼーレの元素爆発を連発させやすくしてるだけでなく、ゼーレの元素爆発でも再現を発動させやすいので、相互に強いシナジーがあるのがいいですね。強い点5個目、ゼーレは単体アタッカーなのに、再現により複数との戦闘にも対応できるという点。そうだな、さっきも言った通りもともと効果力なので、敵が単体なら単体でそれはそれで、通常通りダメージを通しやすく。敵が複数であれば、それはそれで2回行動で蹴散らしていけるな。まさに、超バーサーカーキャラクターだね。最後、追加能力が優秀です。夜行のヘイトが下がるのもまあいいですが、注目は、通常攻撃後の行動速度アップ。さらに、増幅状態の時の容姿耐性貫通ですね。行動順に関しては、行動が早ければそもそも敵に先手を取りやすくなったり、1ラウンドに2度動くようなこともありそうです。そして、耐性貫通は誰もが欲しいでしょう。自身でダメージバフを大量に漏れて、固有テンプで耐性無視は素晴らしいですね。続いて、弱い点。弱いというと語弊がありますが、使いづらいと思う点。まず、ゼーレを活かすなら考えて使わないといけません。オートで適当に使うのではなく、この敵は HP が低いからゼーレで撃破して、この敵は必殺技使えばちょうど倒せそう、とか、一定以上の敵には、適当に使ってても魅力を引き出せないという感じ。続いて、2個目、1個目と同じ感じですが編成はしっかり考えるべきです。まず、ゼーレの攻撃には全て SP を使って、スキルを打ちたいです。また、特に敵が複数いる場合は再現のために攻撃系のバフとかしたいです。できれば、攻撃系のバフを編成に積みたい感じがあります。例えば、初期メンバーで組むならこんな感じでしょうか。7日とナターシャで守りながらアスターでゼーレにバフをしてゼーレで殴る。ヤリーロ6中なら配布で組むならこれが安牌かもしれません。生存能力過剰と思ったら、7日をセイバルやヘルタにしましょう。アスターを変えるのもありだとは思います。なんやかんやアタッカー2枚が特にオート戦闘すると楽です。そして、孫悟主人公解放後は、ナターシャと孫悟主人公の2人で、スキルポイントを節約しつつ、ゼーレで殴る。単行の枠は、自由枠ですね。ペラのような、デバフ薬を入れたり、低運のような、
バフ薬を入れたり、炭鉱やセイバルとか入れて、属性の対応力を広げたり、孫悟主人公解放後は、編成の快適度が増すと思います。ちなみに、孫悟や壊滅のキャラクターは敵にヘイトを向けられやすいので、ヒーラーの横に端っこに配置して、ゼーレを逆の端に配置すると、ゼーレにダメージが行きづらくなります。少しリスキーですが、必殺技を貯めることを考慮すると、敵が隣接キャラへもダメージが通る範囲攻撃をする場合、ゼーレの横に孫悟や壊滅キャラを配置してもいいかもしれません。続いて高級編成。ブローニャや、帝運がいるならばできるだけ編成したいですね。一応注意事項として、ブローニャ使うと SP 管理は結構大変です。ゼーレを加速したとして、そこでゼーレのスキルをできるだけ打ちたいので、敵が高火力だったり、高耐久で持久戦をするとなれば、この編成は微妙かもしれません。また、敵の弱点を破壊して行動を止める戦闘ギミックもそこそこあるので、星5が多く編成されて、しかも優秀だから強い、とは考えない方がいいですね。最後、これは人によります。スピードを上げすぎると、ゼーレが行動しすぎてしまいます。え？別によくね？って方。よく考えてみてください。ただでさえ SP を貪欲に使うのに。そのゼーレが多めに行動すると、バフがずれてしまっても、SP が足りない事態が起きたり、中途半端にずれて、シールドが解除された状態で敵にターンが回ってしまったり。まあ、これは事故の一種みたいなもんですけどね。長期戦になれば、そういうことが起きる可能性が上がるので、足装備は速度でも攻撃力でもいいとは思いますが、そういう事故への懸念はありますねって話でした。最後に軽く解説を挟んで終わります。まず、育成優先度。添付、再現のレベルを上げて、その後必殺やスキル。一番最後に通常攻撃を上げるのが良いと思います。ざっくり、おすすめ公園水です。基本的には、会心率を漏れる公園水を選択します。ここに入れていませんが、シーズンパスでもらえる。七死人の報奨の交換できる公園水も適正度が高いですね。とりあえず、困れば会心のついてるやつを装備しましょう。生物は、星の輝く天才4セットがベストです。それ以外だと、天才とガンマン2セットずつ、あるいはガンマン4セットずつを選択しましょう。ガンマンはヒーラー用異物と同じ場所なので、ヒーラーの異物と一緒に回収できますね。ちなみに、ヒーラー用異物ユークモム後の価格の2セット効果は治癒プラス 10%。続いて模擬宇宙から取れる異物は、宇宙化サルソットがいいでしょう。宇宙ステーションは、サルソットへのつなぎとしての候補ですね。また、天体解析官も候補に入れてもいいかも。名前覚えられないよって方向けに。優先は会心率が上がるもの、時点で攻撃力が上がる2セットです。生物のメインステータスの目安です。体は、会心系、靴は攻撃力加速度、球は量子ダメージアップ、縄は攻撃力パーセントが理想です。以上、ゼーレについて、強い点弱い点。弱い点に対しては解決法も紹介しました。基本的に完成してるキャラだから、安心して引いていいと思うぜ。ということで、ゼーレについてでした。ご視聴ありがとうございました。